侍ハーフアップもうやめましょう。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はハーフアップのご紹介です。結構ね、皆さんハーフアップ一度はやられたことあるかなと思うんですけれども、やった時にちょっとね、こういう風に高さが上になりがちで、なんかお侍さんっぽくなったりとかってした経験ないですか？例えば髪の毛の量が多かったりとか、この結ぶゴムがちょっと太かったりとかすると、結構ね、高さが上になりがちな部分があります。今日はそれの直し方、本当に結構単純な直し方なんですけれども、こういうのをちょっと覚えておくと、ヘアアレンジをね、失敗した時に結構ね、直しやすかったりとか、バランスが取りやすかったりとかするかなと思いますので、今日はね、それをご紹介するので、めちゃくちゃ早く終わるので、ぜひね、これ最後までご覧になってみてください。それでは動画をどうぞ。はい、では早速始めていきます。こうね、もう一回結んじゃって綺麗にやっちゃったら、ちょっと外したくないじゃないですか。なので、まあこの状態から直していく方法をやっていきます。結構ね、あとこういう風にこう線っていうか分け目が結構出がちだったりとかするので、これもね、しっかりと、直ってくれるので、それをちょっとしっかりとご紹介します。で、まずこの高さなんですけど、バランス的にはこの上っていうよりも少し下、この辺りぐらいの方がバランスは綺麗です。なので、単純にこのゴムの部分をちょっとね、多分きつく結んでる方も多いかなと思うので、ゴムをこう下ろしながら、少しずつでいいんで、なんか引っかかったりとかで痛くなったりもするので、こう両手だったりとかで、ね、ゴムを下にずらします。こんな感じですると少しね、お侍感がなくなってきます。で、これだけだとちょっとバランスが良くないので、このままね、髪の毛もこの横の髪の毛も一緒にちょっと下ろしていきます。で、もう少し下ろしていって、こうなんか横を広げるような感じでやってあげるといいかなと思います。こんな感じで、もうこれだけでもさっきと全然バランス違くないですか？さっき結構この辺だったんですけど、もうこれだけでちょっとこうこなれ感が少し出てくるかなと思います。で、あとはこのやっぱこうずらした部分だったりとかの髪の毛を、まあ大体両手なんで、皆さんこう持ってきた時に両手で少し両方の手でこう広げるだけです。こうやってまたこう両方の手で、で別にあのバランス的に両方同じような感覚値でやらなくてもいいです。こういう風に広げるだけで、別にこうやって多少出てたりとかしても、ハーフアップなんで、かなりルーズで動いてる方がちょっとおしゃれに見えるので。で、一番大事なのがここの部分がやっぱりペタッとなりがちな方がいらっしゃるので、この部分だけはゴムの部分を持って片手でちょっとわしづかみみたいな感じで少し広げたり、で広げるって言ってもこう丸みを、頭の丸みを出すような感覚でこうやって広げたり、わかりますか？さっきよりもこうふわっとこういうふうな丸みが出てくる。もう本当これぐらいで大丈夫です。ただこれをするだけで少しさっきよりもバランスよくこなれ感が出てませんかね。あとはお好みで、まあこの部分にね、ヘアカフスみたいなとか、あとバレッタだったりとかつけてゴムを隠してあげるとか、でもしくはもうこの髪の毛ハーフアップなどで下に降りてる髪の毛があるので、ここをね、こう一本取ってこのままくるくるくるーっと巻きつけてあげて、なんかこれだけでもこうゴム隠しになると思うんですよね。で、もう結んだゴムに巻きつけて結んでもいいと思いますし、新たなゴムみたいなものを持ってきて、このね、巻きつけた毛先はこの内側に持ってくると毛先が出てこないので、こんな感じで結んであげて、ギューッとしてあげていくと、こんな感じでこなれ感があるようなハーフアップに変身します。
外し直さなくてもできるし、この本当に1分とか少しの時間でこう変身できるハーフアップアレンジですので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、ということでこんな感じでね、ご紹介させていただきました。結構単純じゃないですか。ゴムをこうちょっとずらして、でここの幅だったりとか少し広げて、分け目を隠して両手でちょっとだけ広げてあげる。であとはね、この部分の高さを出すような感じ、丸みを出すような感じにするとこんな感じになります。でお好みでヘアカフスだったりとかヘアアクセで、まあなかったらゴム隠しみたいな感じでやってあげてもね、よりおしゃれに見えるかなと思いますので、ぜひねハーフアップよくやられて、今日うまくいかなかったなっていう方に関しては、このやり方で、途中でお直ししてあげるといいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。